はい、始まりました。ボタニーの庭のチャンネルでございますね。パワーアップしましたよ。パワーアップしました。皆様お待たせしました。パワーアップしました。やめて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 、ちょっと待って、本当やめて、これ機械で、やめて、すいません、ちょっと今本番だからやめて。パワーアップしましたよね。まずね、ちょっと今回パワーアップしたのがこちらですよね。ゴーヤのネット、これどうですか。ゴーヤのネットね、よく緑のカーテンとか言って、このネットをこうなんか斜めにこうやってね、屋根を利用してこう下ろすですよね、普通の人はね。ただね、なんかあれをやるとここの下デッドゾーンになっちゃいませんかっていう話なんですよ。ここがねデッドゾーンになっちゃうんで、やめてちょっとね、すいません、ちょっとやめてやめて、本当にね、はい、すいません。ちょっとね、もうなんか機械にね水かけたがるんでね、もうしょうがないですよね。でね、ここがこうデッドゾーンになっちゃうんで、これをちょっと本当やめて、忘れちゃった、はい、ちょっと静かにして、本当に。でね、これをもう直角にこう上げてるんですよ。ここが見えますかね、これが直角にね上がってるんですよね。でこれはね、上にいろんなねこう針を通して、まあ、直に上げてグッてこうね水平に持ってったって、これがね、まあ、でかいなっていうんですよね。今回ね、これがでかいなって、もうすごい尻濡れてきてるんだからな。でこうやってね、だからこの今ゴーヤがこう来てこうだから、これがこう来てこういう風なね、まあ、こういうね上がり方をするんだっていうのね、一苦労したんですよね。でまあ、これはねホームセンターでこの網売ってるんですけど、やっぱりねこの長さが足りないとか、このワイドが足りないとかね、結構あるんですけど、僕の場合は要するにちょっとね、ここの裾が足りなかったんですけど、これはもう継ぎ足しでこうやってます。ちょっとお見せしますんでね、よいしょと。まあここで言うですね、まあこういう裾が足りないなっていう話あるじゃないですか。ですごい水がかかってるのがね、この裾が足りないなってところは、まあ、ちょっとこういう麻紐みたいので直線でね、普通に全然あの手間かかんないんで、そのままね結んじゃえばいいのかなっていうような、感じでございますね。こんな感じでやってますね。裾でね、こういう風に裾が短かったら麻紐で結んでください。で、あの上はちょっとすみません、逆光なんでこっち行きますけどもね、この要はちゃんとこう直になってるでしょって、サッカーゴールみたいな感じなんですよ。サッカーゴールみたいな、かっこ悪い、急にかっこ悪いな、サッカーゴールって言ったら。やめて、サッカーゴールじゃないよ、これは。なんかね、こう、何バーティカルネットって感じですか。ほんと水やめてね。で、まあ、やってますけどもね、こんな感じで。で、まあ、これも言いたかったんですよ。これはね、でももうちょっと茂ってこないと、なんか、サッカーゴール感出ちゃうんで、ね、まあ、これはもうちょっと経ってからにしましょうかねっていう感じでございます。で、もう一個のとこですね。これ見てください。ちょっとここ見てください、これ。これこのバーですよね。このバーなんですよ。あのバーっておばあさんのバーじゃないですよ。さっきそのおばあさんはいたんで、ちょっと引っ込めっつってね、ちょっと私このバーを説明するのにバーを引っ込めた状態でございます。でこちらなんですよね、これ。すごくないですかと、これさすがに私100キロあるんで懸垂はちょっとできないんですけど、まあ子供であれば全然懸垂できるのかなっていうぐらいね、しっかり止まってて、ここスリムじゃないですか、ここ。まあこれ上関係ないですよ。ここがスリムなんですよ。逆にね、ちょっと反対方向からね、ちょっと見せますけども、ちょっと行きますよ。まあこう来て、こう来て、わ、すごい、水やめて。ね、ここ。これスリムでしょって。ここが、痛えな。そうですね、ババアの洗濯物かける竿がすごいね、こうガタ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 ぶつかってくるんで、これはちょっと土幻化銭湯行きませんということでね、これを導入したんですよ。これが NPY なんとかジョイントってやつなんですよね。これね、あのボルト1本で電池を使ったボルト1本で固定できるんですよね。この 48.6 の単管パイプ、これよくホームセンターに売ってて、まあ、1本3メーターもので1800円弱ぐらいだったかな、消費税込みで、まあ、2000円弱ぐらいで、まあ、買えるんですけど、まあ、こいつをねつけました。ここにガチンつってね、これですごいスリムでしょ。ここがスリムじゃない。これはね、あの上のやつ、これはねよくあるのがこの自由クランプつって、あの一玉がね、あのすいません、一玉さんっていう方がいて、その方がこのこれ筋交入れろなんて言われて、じゃあ筋交入れなきゃって筋交入れたんですよ。で筋交入れた時に使った自由クランプなんですけど、ゴツゴツしてません？なんかこの辺がなんか建設現場かなみたいな、実際に建設現場で使われてるんですよ、よくこれをね。でこれ見るとなんか建設現場で安全性どうなのみたいな、
子供のね、なんかいる身近なとこに建設現場の資材あるみたいなね、なんかそういう感じになっちゃうんで、いやいや僕は公園を作ってるんですよと、でそういう感じで言ってください。僕は公園を作ってるんですよって建設現、あなたが作りたいのは建設現場の仮設の部分ですか、それとも公園を作りますかっていう話で、あ、じゃあ公園だと思ってこれ導入したんですよね。こちらね、これすごい、これがっちりでしょ。で、まあ、ちょっと物見せますけども、ちょっとこれをちょっと言いたかったんです、今日はね。まあすいません、庭のごちゃごちゃしてるのはすいません、ちょっとねいろいろやってたんで。でですよ、あの物は、よいしょ、あれちょっとお待ちくださいね。めちゃめちゃシンプルよ、めちゃめちゃシンプルよ、これなんですよ。これを、はなに、ブルーベリー落ちてた、ちょっと食べた後でね、後でブルーベリーの話しますんでね。でこれを、まあ、要は、まあ、この2つなんですよ。この2つのパーツをこうやって合わせて、あとボルトで締めるだけだから、ここで言うとこうやってこうなんですよ。でこれにこうやるみたいな、めちゃめちゃ簡単だし、すごいね、なんか締めるのが楽しいんですよ。あのボルトのレンチ使ったんですけど、すいませんね、あ、これこれこれで、あの固定した後にこう締めるんですよね。なんかやっぱり、お、締まる締まるみたいなね、なんかもう締まれば締まる、締まりがいいななんてね、こう やってますよね。そういう意味じゃないですよ、そういう意味じゃないですよ。体を締めるとかそういう意味じゃあるじゃないですかね、そういう意味で言ってるんですよ私は。 やめてください、変な想像するので。まあそれでね、こうやってこうやって、でここでこう締めるみたいな感じなんですよ。だからすごいね、パーツ的え、スパイダーいる、ちょっとそれスパイダーじゃあほっといて、それね。で、すいませんね、あの途中になっちゃう、すいません。でこれをね、こうやって、まあ、こう締める、どこまで行ったっけ話で、まあとにかくパーツが少ないしシンプルだし、ゴツゴツしてないしすぐ締められる。で強度はどうなのって話でしょ。強度こうだよ、これわかる、この合金のこの音いいよね、結構重いんですよこれ。だからなんかね、大丈夫なの強度みたいな、そのボルト1本で、その単管パイプボルト1本で締まりますみたいなね、そういう話もあると思うんですけど、全然いけますって。これ結構信用できるっていうか、このね単管と同じぐらいの厚みありますよね、 2.7T ぐらいあるんで、なんかね全然いけちゃうなみたいな感じなんで、これはね、あちょっとお姉さんやめてください、楽器じゃないんだからこれ。音差っていうのはありますけどね、よくあの音楽の授業の時バーンなってこれでうーなんてね、あれありましたけども、それじゃないんですから。何バンバンやめてくださいね。分かった、ちょっとすいません、ちょっと子供にバンバン撮りますんでね。はい、じゃこれバンバンでございますね。あのうちの子供がなんかこうバンバンって言って、なんか物干し竿でね、人のことをバンバンするのはねすごい好きでね、いつも叩かれちゃうんですけども、はい。ということで今回の、まあちょっとすいませんね、あの全体像というと、まあこのように単管でパイプ作りましたと。これいいですよ、何でも使えちゃうんですよ。だから構造物として作ったってこともできるし、針として作ることもできるし、何でもできちゃうんですけど、まあ、今回これ作った理由っていうのが、もうここにね、もう本当にね、あのすいません、口が悪くて申し訳ないですけど、うちの、まあ母親とかね、よく布団干したい言うんですよ。でこの庭見て、庭にめっちゃ植物があって、なんか布団干すスペースないなみたいな。でこのね、このこいつをね、このアルミのこれをいちいちガタガタガタって下に持ってって広げて、そんで布団をパッてやってたんですよ。でまあね、あのいい言い方で言うと、親思いで僕はあのこのこいつを作ってやったんですけどもね、要するにこれを下に持ってって、あの靴を履いて上がってもう一回行くってすごい手間じゃないですか。だからもうここに来て、もうガラガラガラ開けて、そしてここに布団をバスーンね、一気に行ければいいなみたいな感じで、まあ、作ったんですよね。何、雲優しくしといてね。あれね、私の育ててるオペルクリカリアパキプスのね、大丈夫かなと思ってね、バン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 やられてね、なんか枝いってんじゃないかって気はするんですけどね、なんかねちょっとすごい心配なんですけど、まあちょっと今ちょっと撮影に夢中になってまして、まあそういうことですよ。まあ今回はこの NPY 単管のやつをね、こうちょっとまあ僕作ったよって話で、まあこれなんかね、あの楽天のサイトで買ったんですけど、楽天のサイトでなんかレビューをすると、このレンチみたいなつけますよっていう、どれだちょっと待ってくださいね、レビューをするとなんかこのレンチくれますよみたいな、ちょっとすいません、
レビューをすると、このレンチで、初めはねレンチいんねえなと思ったんですよ。なんかこう自分いろいろレンチも持ってるし、こうなんか買うごとに結構レンチついてくるんですよ。そんで、あ、レンチいらねえと思ったんですけど、やっぱもらってください。なぜかっていうと、こんな結構太いんですよ。だからここのこれがこんなにね、こう太いって思わなかったんで、結構これあんまりないですよね、持ってなかったんで。あ、これはレンチあった方がいいなみたいな感じですよね。だからまあ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 、全然ね、これはあってよかったな。だから皆さんもね、レビューをちゃんとしてくださいってことでね。まあ僕、レビューというか、まあ、普通にこれやりましたよっていう感じですけど、初めからこれにすればよかったなと思いましたよ。なんかね、正直、初めからこれにしろよみたいな。初めからこれにしろ。だから、もう合わせ物で作っちゃったんですよね。この辺がね。これ、なんでかというと、カントリー調にしようなんつって、カントリー調にしようって言ったのはいいけど、カントリー調めっちゃごたごたしてるんですよ、この辺がね。この辺がごたごたしちゃってて。であれば、初めからこの NPY の、この、こいつで組めばよかったなっていう風なものは思います。今思えばね。まあ、カントリー調で売ってきますけども。で、あ、いい質問。あ、あります。いい質問ですね。ね。架空の視聴者さんから架空の質問を今いただきまして、え、この単管の長さどうしてるんですかって、いい質問ですね。単管の長さですね。実は、この単管パイプカッターってなんですよ。この単管パイプカッターってね、こうありまして、これ Amazon のね、やつで買ったんですけど、これで切りました。これね、切るっていうか、こう見て、ここのね、こうわかりますかね。わかりますかね。こうする。これでパイプをこう挟んで、これ刃がね、こう出てくるんですよ。刃が出てきて、ローリングするんですよ。で、これを、要はこう、ぐるぐる、これをね、回転させることで切れます。で、まあ、48.6 の単管なんですけど、まあ、自分がこれ切ったやつです。これコッパね。少しサイズがね、ビタビタで決めてたんで、これ切り落としたんですよね。これを切り落とすのに、だいたい時間は3、4分でできたかなって慣れてたんでね。僕は一回切り落としたんですけど、まあ、一回加減も分かってるんで、3、4分で落ちるんで、なんか予想以上になんかすぐ落ちるよって感じで。だから、単管パイプの、まあ、はい、ちょっとすみません。もうそろそろ子供がね、もう限界なんで。いいよ、ブルーベリー食べて。ちょっとブルーベリーを突撃。それやめて、ブラックベリーだよ、それね。ブラックベリーだから、それはダメだよ。ブルーベリーをちょっとパパと一緒に取ろうね。あ、こっち、これいいんじゃない？これで。これ食べな。あ、これダメだ。ちょっとしなびてるな。ちょっと今取りに行くから。あ、すいません。ちょっとすいません。やりながらで申し訳ないんですけども。まあ、とにかく、単管パイプ怖がらないでください説です。単管パイプ怖がらないでください説なんですよ。だから、なんか単管パイプ、いや、うちはちょっと無理ですっていう方とかね、いて、俺もその違うの人間だったんですけど、なんかね、一回、その切断ってことを覚えちゃうと、全然いけるな、みたいな。で、切断、接続を、まあ、覚えるっていうか、ただ知識があるだけなんですけど、やるだけでもう幅が全然広がる。もうこうだもん。100キロでもこうだよ。100キロでもこうでしょ。で、下手すらここでこう、懸垂できるんですけど、ちょっと心配だな、みたいな。ちょっと心配だなって。いけるとは思うんですけどね。この辺でこう、懸垂、チンニングなんてできると思うんですけど、まあまあ。まあちょっとそれは次回にします。ここでさらに45度をこう入れれば多分こういけますよ、多分ね。なんか燃えてます、今すごい燃えてます。燃えてますよ、これ。ちょっと懸垂しちゃうぞ、みたいな感じでございました。で、すいません、ちょっと子供がね、パパ、ブルーベリー食べていいって言ったのはこっちです。こっちです。こう来て、これはちょっとまた改良の余地なんですけど、これはね、母親が育ててる、まあ、ブラックベリーっていうのか、ブルーベリーっていうのかね、すいません。自分、開墾植物の知識しかなくて申し訳ないんですけど、なんか、ベリーをね、こうやってると。なんかね、安物のね、アーチにね、このベリーつけてるんですけど、これいけんのこれって感じ。これ食えそうですよね。こういう感じでベリー系のをね、つけてるんですよね。まあ、意外にベリーもいいな、みたいな。意外にベリーもいいな、みたいな感じなんですよ。だから、はいと。で、まあ、ブルーベリーの方は食べてたりもしたんですけどね。って感じですよ。まあ、今回は、まあ、ボタニーの、庭のですね、まあ、ゴーヤのネット。これ、まあ、ちょっとね、まだゴーヤなってないんで、サッカーゴールできましたって話と、まあ、あとね、この単管のね、これできたよっていう話でございました。まあ、次回は、ここをさらに斜めに入れてやって、ちょっと、鉄棒にしてやろうかなと思います。鉄棒いいよね。鉄棒あったら。え？自分の家鉄棒ありますみたいな。なんかいいよねって感じでね。鉄棒作ります。もうこうなったら。鉄棒でダイエットしましょうね。ということで、今回のちょっと動画の方終了します。
まあ、これデカリーの話は、デカリーの話はちょっとね、まだ別な機会にします。これちょっとね、言いたいことがあるんですよ、デカリーにも。言いたいことがある、お前に。ということで、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じです。ちょっと、まあ、アップデート版でございました。